こんばんは。ちょっと前髪がめっちゃくちゃオンザだな。この後マネージャーさんとポーカーの練習をしに行くので、ちょっと少し9時までしか配信できないんですけれども、久しぶりのポーカー。なんかさ、今日事務所でお仕事をしてきて、でその後ポーカーしようってなったんだけど、ポーカーってそもそも早めの時間やってなくて、夜からしかやってないので、ちょっと夜から行ってきます。あ、コミチュンクッキーと大輝くんがクマちゃんくれた、ありがとう。今日はなんとお久しぶりのグラビア撮影をしてきました。メイクさんにお顔をメイクしてもらったので、いつもとちょっと違うナチュラルめです。9月30日発売のザ・グラビアテレビジョンに載せていただきます。約1年ぶりですね。そしてなんとなんと、めちゃくちゃ急遽思い立ったんですけど、そのグラビア撮影風景を YouTube チャンネルで撮影してきましたので、本日グラビアの撮影中を YouTube 回しましたので、コミチャンネルもお楽しみに。9月30日発売されてからコミチャンネルで載ると思います。ただね、ちょっと過激な、さすがに過激すぎるところは載せられませんので、雑誌でグラビアザテレビジョンで見ていただいてから、ちょっと YouTube でどんな感じの雰囲気だったのかなって見ていただけると嬉しいです。明日の19時にまた新しい動画が上がるんですけど、明日の19時は卒業発表の裏側の動画を載せたいと思います。もうね、急ピッチで編集しまして、卒業発表の裏側、楽屋とか終わってからの様子とか、そちらをお見せしたいなと思います。みずきとめぐとあみちゃんも出てくれていますので、お楽しみに。毎週水曜日と土曜日の2回投稿なので、明日は水曜日ですのでね。そしてそして、明日の22時からは、22時からコミセイヨンで1000日特別配信でございます。明日の22時からミーヨンとせいちゃんがゲストで来てくれて、3人で1000日特別配信しますので、ぜひぜひ見に来てください。コメントもどしどしお待ちしております。ちょっとね、私の都合で1000日かっこ仮になってしまうんですけど、明日、本当は明日が1000日だったんです。1000日かっこ仮になりますが、見てね。
3人での配信めっちゃ久しぶりですね。おとといさ、クローゼットじゃないか、家の扉に足ぶつけてめっちゃ痛と思ったら、ちゃんとなんかできた。変な形のあざができました。そして9月29日のバースデーイベントも、今回申し込みが今日から始まりましたので、皆さんお待ちしてます。ちょっと最初はファンクラブに入ってる方しか応募できないんですけど、ファンクラブに入っている皆様、ぜひお待ちしてます。1時、2時があります。1部、2部どっちも内容が違くて、で今回ちょっとお土産、その SS 席と S 席にはオリジナルグッズのお土産がついてるんですけど、お土産が激豪華ですので皆様お楽しみに。前回より豪華です。お楽しみに。豪華だし、まあビジュアルがいいし、でポストカードもお土産も1部2部変えてもらいました。なので1部2部どちらももう限定非売品のその時しかゲットできないものになっていますので、1部と2部同時に申し込めないんだね。1部と2部同時に申し込めないとかある？同時にできるよ。1部2部どちらもできます。グーグー。そう、ただ各部1席しか申し込めないので、 SS 席、 S 席、一般席の3種類全部申し込みが今回できないので、一番入りたい席で1時は申し込みしていただいて、で2時もありますので、2時はあの S 席、SS 席はちょっと前3列だけなので席に限りがあるんですけど、 S 席は限りがないので S 席の方で、お土産とサイン付きじゃなくてもいい方は一般の席で、普通席か S 席か普通席で2時は申し込みしてくれたらなと思います。まあ、1時でも S 席と普通席も申し込みできます。SS 席がいいなと思う方は1時で絶対申し込みした方がいいと思います。最後にお見送りがありまして、お見送りは全員参加できます。なのでお待ちしてます。席の違いは SS 席が前から3列目までが絶対確定と、あと豪華お土産付き、非売品お土産付きと、あとポストカードにサインを私が書かせていただいてお見送りでお渡しします。で S 席はお土産付きとサイン付きポストカード付きで、普通席はお土産は付いてなくてポストカードはもらえます。ポストカードはもらえるけどサインは書いてないです。サインが書いてないポストカードがプレゼントされます。
っていう形になっております。あと普通席はちょっと席が後ろになってしまうっていうところです。まあでもどこの席になっても私近くまで行きますので、いっぱいそこはご安心ください。サイン付きは SS 席と S 席かな。サインなしポストカードもあります、一般席は。それはね、今までもずっとあった。あの前回のコミの日2024もありました。撮影タイムもありますので、皆さんカメラだったり携帯だったりでたくさんお写真撮ってください。パシャパシャパシャーと。ポストカードの星は許しませんよねって。転売？転売サイン付きは私お名前書くのでできないです。曲もいろいろ歌いますよ。今日9月に入ってからも、9月は1日に ご飯食べて明日の4日はコミセイヨンでショールーム特別配信でございます。盛りだくさんで、5日はもうね静岡に移動します。あ、5日じゃない、間違えた、6日か、6日だ、6日に静岡で移動するんだ。5日はあれだ、事務所でただ単に打ち合わせでした。で7日白雪姫の大千秋楽、早い。だから9月に入ってからも多分あっという間に誕生日来ると思います。バタバタして早すぎる、あっという間です。998日連続ありがとう。18日を迎えました。ちょ、なんか家の Wi-Fi が入ったり入らなかったりでちょっとあれかも。うん、ブーくんタワーありがとう。明日コミセイヨンの千日配信楽しみにしててね。しゃっくり出てきそう。なんかたまに止まるね。オープン。じゃーん。あれ。お、コミ祭り2部とも応募したよ。嬉しい。1部2部両方申し込めたよって。ありがとう。よし。じゃーん、ブーくんタワーありがとう。千日配信までもう少しです。
ありがとう、ぶーくん。嬉しい。千日までって言っていつも数えてきてたけど、もう本当に目前に来ましたね。明後日だ。あ、今2部 SS 席申し込みました。嬉しい。寮部申し込みました、出てくださいって。明日普通に配信もします。普通に配信もするので見てね。普通に家でメイク配信をして、で明日22時からコミセイオンで特別配信します。ちょっと千日は明後日なんですけど、明日やります。明日やるって決まったのが結構早くて、結構早めに決まって、で時間がなすぎた日に配信できず、999日になってしまったっていう状況でございまして、明日の22時からミーヨンとセイナと3人で千日配信、結構本格的な配信ですので見てね。そしてちょっと9月12日のカフェイベントの繰り上げ当選のメール送られてる方の多分メールに気づいてない方がいらっしゃるみたいで、繰り上げ当選のメールが来ていて、でそのメールに気づかないと他の方にその券が、当選券が行ってしまいますので、繰り上げ当選のメールが来ていないか今一度ご確認をよろしくお願いします。なんかめちゃくちゃ来たいって言ってくれてる方だったから、絶対多分繰り上げ当選喜んでくれるんだけど、気づいてないっぽくて、落選したってすごい言ってたから、ちょっと今一度メールの方でご確認をよろしくお願いします。今回はね、そんなに繰り上げ枠全然ないんだけど、あ、迷惑メールフォルダとかに入っちゃってんのかな。逆になんか前ファンの方が繰り上げ当選で連絡し返してくれたのが、迷惑メールの方にこちらが入ってしまっていたみたいで、でそれを直してもらって、どんな方の返信も、どんな方の機種でもできるようになってるんですけど、ちょっと今一度カフェイベント繰り上げ当選が連絡来ていないかご確認よろしくお願いします。和孝さん、くまちゃん、ありがとう。もうあっという間に来るね、誕生日。本当に25歳は早すぎました。25歳、本当にあっという間だったな。ではちょっとランキングを読みたいと思います。この後私はポーカー朝までコースですかね、頑張ってきます。最近全然できてなかったから。13位みくちゃん、12位クロ、11位レンタルキャットさん、10位ヨウさん、9位坂道さん、8位くっちゃん、7位ヒロさん、6位リトルサッチ、5位バサシ、4位レイさん、3位コミチュンクッキー、2位大輝くん、1位ブーくんです。ありがとう。では皆さん配信見てくださりありがとうございました。明日は22時からコミセイオンショールーム見てね。22時からです。そして明日は19時からコミチャンネルも投稿されますので、よろしくお願いします。